はい、えー、どうも、大キャノンです。えー、今日ね、素晴らしいことが決まりましたね。教員免許更新制が、廃止が決まりました。いやー、もうこれはね、本当にめでたいです。あのー、結局ね、あれは意味がない。本当に。 もうマイナスしか？ない、そういうものでしたね。まあ、なんかすごい肝いりで始めたことだったんですけど、あのあ、ー、れ？結局あのー、ね。執行をしちゃう人がなんか増えて。あのー？もう学校現場は大変だったんですよ。あのー、本当に悪法。あれはマジで。 あのそういう法律でした。だからやっぱり、まあ、何ですかもう、だいぶ経っちゃいましたけど、あのー、まあね、やっと国会議員の人たちも気づいたのかっていう感じですね。まああれ結局ね、どういうものだったかっていうと、あのー、まあ、政府がやっぱやりたかったとはもう、あれですよ。 大学側から、大学にお金を儲けさせて、まあやっぱ自分たちの評伝にしたかったっていうのが多分本音だと思います。はい。あれ結局だって、やるときに、確か3万ぐらい払うんですよ。3万ぐらい自腹切らされて <coughs>、3日間ぐらい講習に行かなきゃいけないっていうね。で、その間、学校現場離れるわけですよ、その先生は。 結局、先生たちを現場から話して、で、大学にお金を儲けさせるっていうね。まあなんか本当に、なんか、何なん,なんだろうなっていう制度ですね。まあ正直、あの、講座とかも、もうなんかね、本当に私が受けたやつは、もう、うーん、なんか全然役に立たない。 なんか最後にテストがあるんですけど、なんか、テストに出る問題の答えのところで、なんか説明してる時に、なんか咳したりするんですよ。でもなんか、ショーマザーと言ってんだよね、その事前にね。もあれは本当にね、意味がない。<laughs> 本当に、ふざけた授業だったし。あのー、うーん、本当だ、大学も適当にやってるよね、本当にそれは。 だって答え教えてテストするんですよ。で合格して、で3万だけ払ってみたいなね。なんかやっぱもっとその、先生たちってやっぱ忙しいから、あの、もっと実用的なね、研修とかそういうのを考えればまだいいですけど、もう本当に意味がなかった、あれは。ここを本当にやってた何年間、 もう本当に考えたくも、ね、ないですけど、まあ本当に無駄になったなってすべてが。やっと廃止になったっていうね。あの日本の教育をダメにしてましたよ、あの制度は。うん。間違いなく。なんでやっとね、廃止になったっていうことで。ただね、なんか新しい研修制度っていうのが、まぁ、あ、始まるらしいですけど、それも本当に考えてもらいたいね。どういう研修にするのかっていうのを。もう、 またね、同じようなのされたらね、本当に意味がないですよ。なんかね、先生たち、前も言いましたけど、前も私も言ったけど、<coughs> 先生たちの、あのー、まあ今、不祥事多いですけど、不祥事をなくす一番の方法は、先生たちに余裕を持たせること。余裕がないから、なんかいろいろ、まあ、精神的にね、なんか来ちゃって、 なんんかかったりとととすすするんだと思います減りま減よきっと余裕持たせてあげれば余裕がないんですよなんか不祥事を起こす変な人たちだから研修しなきゃっておかしいんですそれがそれでさらに追い込んでるからだからもう本当にねこの次の研修制度というのは本当に考えていただきたいもう前の教員免許更新制は全くの無駄悪法だったんで、えー もう全く違ったものをね、考えてほしいですよ。もっと、あの、教育に役立つものをね、ぜひ考えてほしいです。そんなに大事だって言うのだよ。ね、もうほんとね。教育免許更新制廃止、うん、よかったです。もう、ほんとにあれは意味がない制度でした。っていうかもう、マイナスしかない制度だったので、えー、廃止。ということでね、まあほんとに今日はちょっと、 おめでたい日ですね。廃止されたので。やっぱり、あのー、先生方がね、うまく働いていけるように、国は本当に考えてほしいです。あれとは全く違ったものをね、これからぜひ研修制度を作るなら作ってほしいですけど、まあ、やっぱりでもまずは、あのー、仕事を減らす。ね。減らして減らして減らす。無駄なものは全てなくす。そして先生たちに余裕を持たせることで、 教育はマシになります。そこは間違いない。今より減るま、減りますよ。研修増やすより仕事減らし上げた方が不祥事は減ると思います。なのでね、えー、ぜひ、あの、今日は本当に教員免許廃止、更新制なぜ廃止されたか、それはもう完全なる悪法だったということです。それがね、やっと国会議員の方も気づいて、えー、今日、なくすということになりましたのでね、今日はもう本当に教育が、 これから上向いていくんじゃないかっていうね、えー、素晴らしい日になってほしいですね。またあの研修制度とかでね、また変なことにならなければいいなと思いますけれども、ぜひ皆さんもね、あのー、日本の教育についてね、先生たち応援してあげてください。あのー、更新制度はね、あれは本当にいらない制度でしたから、先生たちは忙しすぎるんですよ。そこにさらに研修をプラスするっていうね、 しかも3万円、もう罰金ですよね、完全に。罰金取られてるみたいな感じですよね。なので、えー、だってそもそも会社で研修にお金払います自分たちで。そこもまずおかしいよ、ね。本当に大学に儲けさせたかっただけなんですよ。そのつながってる議員さんが。なので、えー、とにかくね、廃止されてよかったです。本当にあんないらない制度。 悪法。マジで廃止されてよかった。はい。でね、あの、世間の皆さんもね、あの先生方の研修とかそういうのに対する意見をね、ほんと考えて述べてください。先生たちはマジで忙しいですから、あのー、それをね、ぜひ、助けてあげてほしいなと思います。はい。では、今日はね、教員免許更新制、廃止されたということで、ちょっと動画を撮ってみました。えー、もしなんかご意見等ありましたらね、 コメント欄で教えていただければなと思います。あ、そしてですね、これはまあ私の個人的見解ですので、あの特に私の所属学校がそ,そういうふうに考えているとか、そういうことではありませんので、えー、そこはですね、もし何かあるなら、私の方に DM 等を送っていただければなと思います。よろしくお願いします。ではでは。